皆さんこんにちは、パズル王です。今回もご覧いただきありがとうございます。今回はこちらのルービックキューブの解き方レッスン6ですね。今回は上面の角の色を揃えるです。でレッスン5までで上面が黄色に全部なっていますので、次はこの横の角の色ですね。で今回のゴールはこのように、まあ、角同じ色になっています。まあ、角の色を揃えるというか、で今3箇所だけ真ん中の色が違うので、まあ、あともう少しで6面揃えられるような状態です。でこの場合だと横1面だけ揃っていますが、例えばこういう風に全部真ん中だけ4箇所色が違うというパターンにもなります。なのでこれかこちらのどちらかを今回目指していきます。これどっちかが出るのでどちらでも大丈夫です。で、もし、まあ、レッスン5で上面黄色に揃っていて、まあ、その段階でこういう状態のどちらかになっていれば今回のレッスンは飛ばしてもらって構いません。ではどのようになっていくかなんですが、まず上面が黄色揃った段階で、次にこの横の角のここですね、こことここの色をチェックしていきます。で例えばこういう風に色が違うところがあると思うので、で一箇所どこかにこういう風に、こことここの色が同じところがあれば、そちらを目印にしていきます。でまあこういう風にこことここが同じ色で真ん中だけ違う色、もしくは、上面黄色揃えた後にこういう風に横一列同じ色になっているところのどちらかがあるかと思います。ない場合もありますが、一応あるとして、まあ、ここかここがあった場合はこの下の色とここを合わせておいて、まあ、これを目印の面にして手順を進めていきます。でこの場合もですね、こういう風に、横一面が揃ってるような状態でここを目印にして、まあ、残りの3箇所の角はまだ色が合っていないという状態です。でこちらもこれを目印の面にして、あと3箇所は、まあ、色が合っていないので、レッスン6の手順を1回回すと残りの角が全部色が揃います。でたまにですね、上面黄色揃えた後にここの角の色が、まあ、どこも同じ色になっていない場合もあります。でこの場合は今回の手順をまず1回やると、このパターンかこのパターンのどれかが出ますので、まあ、その後にもう一回手順を回せば角が全部揃います。それでは今回の、まあ、手順回し方を回していきたいと思います。でまずですね、この、まあ、揃ってる面、目印の面を左側にしてこっちからスタートです。まず右を上げて上を1回2回、180度回します。そして右を下に下げて上面を回す。そしてまた右を上げたらまた上を1回2回180度回します。そして次に左を上げて上をこっちに、で右を戻す。そして上面をこちらに回して左も下げる。そうすると上面のすべての角の色が揃います。なのでこのパターンの場合もこの面を左側にして先ほどの回し方をスタートします。上を180、ここで上を180で、次に
左を上げて右を戻す、そして最後に左も戻すと、そうすると上面の角が全部揃います。ではこの角がどこも揃っていない場合、この場合も先ほどの手順を1回やると、まあこういうようなパターンがどこかに出るんですが、このどこも色が揃ってない場合はスタートの位置はどこからでも構いません。なのでどこからでもいいので、さっきの手順を1回やります。上180度右を下げて、上を回して右を上げて、上を180度左を上げて右を戻して左も戻すと、そうすると、ここは違う、ここは違う、ここは違うですが、まあ、このように必ず同じ色が角になっているところが1箇所出るはずなので、そうしたらこの下の色とここを合わせて、まあ、あと1個で一面揃うような状態、ここを目印の面にして左側にして、もう1回先の手順を行います。はい、そうするとこういうふうに全部の角が揃います。あと少しで、まあ、6面揃うという。でたまにですね、今のをやると、もし、この目印の面が1面揃ってるような状態だと、まあ、たまにこれでも6面揃っちゃう場合もあるので、それはそれで大丈夫です。で、まあ、それ以外こういうふうに角が揃って、ここの真ん中何箇所、3箇所か4箇所だけ色が違うというのが出ますので、まあ、この次のレッスン7で、まあ、一手順やると6面揃うということになります。ということでルービックキューブのレッスン6、上面の角を揃えるの解説でした。で次でいよいよ6面完成しますので、ぜひ楽しみにしていてください。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。それでは次回お会いしましょう。